今からフロム CO2 から発売される新しい石鹸を、泡立ててみたいと思います。石鹸を泡立てるときはこのような石鹸を泡立てるためのネットを使うととっても便利です。ちょっと濡らします。石鹸です。それからもう少し、このようにクリーミーな泡が出来上がります。これでお顔を洗うには十分な泡の量です。泡立てた石鹸を顔にのせていきます。全体をください。よくすすいで終わりです。洗い上がりも結構やっぱりしっとりしてるし、すごく気持ちいいです。よかったら使ってみてください。